はい、皆さんこんにちは。ゆうカフェのゆうかです。今日はね、ちょっとだけ短くちょっとレビューをしていきたいと思うんですけど、韓国の寒い冬を乗り越えるためのマストアイテムといえば何でしょうか。そう、ヘディングっていうダウンコートなんですけど、それが毎年毎年こうちょっと変わった流行りで出てくるんですけど、まあ去年もそうだし今年もロングダウンコート、ロングペディング、韓国語だったらロングペディングっていうアイテムがすごく流行っていて、どこのブランドでも結構出されてるんですけど、普通だいたい2万円ぐらいするのね、価格が。でブランド物だとまあ3万ぐらいするのかな。で安いのだと1万ぐらいのは探せてたんですけど、この間発覚で、まあ、セールされて全部で3990円のロングペディングがあって買ってみたの でこの間何日か前に配達されてきたので、それを着てみたいと思います。それではじゃーん、こちらなんですけど、この3990円のやつはここにブランドの名前を載せておきます。ちょっと心配してたのはテカリのあるもの、マットタイプじゃないっていう風に書いてあったのでちょっとダサいかなとか思ったんですけど、でもね、届いてみたら結構中間ぐらい、まあマットではないけど、でもそこまでテカテカの素材でもなくて全然ありでした。で長さは私の身長がだいたい157なので、まあ長さはふくらはぎの中間ぐらい。でポケットはこことここの2つで、このなんていうのかな、寒い風が中に入ってこないようにしっかりこのここの部分、袖の部分もキュッとしていてすごいおすすめ。でここにもポケットが1、2個ありますし、中のポケットはないの？こんな感じですごいプチプラなのに、あんまりまあ1万円とか2万円する価格のコートとあんまり変わんないぐらいのクオリティかなと思って、でまあ暖かさで言えばもちろん2万円とか1万円するコートの方が中に入ってる羽の質ももっともっといいんだと思うんですけど、でもチェジュ島はね風が強くて風をブロックしてくれる素材であればソウルみたいにすごく骨まで寒いっていうことはあんまりないので、これぐらいで十分かなと思って3990円で買って、すごくまあ3990円っていうか39,900ウォン、39,900ウォンっていう値段で購入してるんですけども、ちょっといい買い物したなって思ってます。なので皆さんの参考になれば嬉しいです。それではこんな感じのクイックコートレビューでした。今日も最後まで見ていただいてありがとうございました。Twitter のフォロー、インスタのフォロー、そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。それでは次の動画で会いましょう。バイバーイ、アンニョン。Oh, shine like the snow. Listen to your heartbeat.